はい、えー、皆さん、こんばんは。えー、と電気通信主任技術者の、えー、受験勉強をやっています。で、えー、もうまもなくね、えー、試験、近づいてきてますね。7月の、ね、14日あったっけど、今年はね、第1回目。で、あのー、今回ね、ね、えー、予想問題という形でですね、えー、100ページほどのものを1回やりました。はいえーまあ そのうち50ページが問題で50ページが回答なんですけど、えー、それをやってみました。で、1回、まあこれ50ページということは、大体2回分の試験に当たるんですね。で、2回だけやっただけでちょっとね、あの、不安かなということで、またちょっと作ってみました。あの、別のね、えー、っと、お問題集ね。これはね、平成18年から20年にかけて、 の 4, 年4回分からですね難しそうだなというのを選んで,で、またあの100ページ近くですねえ難しそうなのを選んで,で、それをマスターできれば結構いいかなと、合計4回分ですね、前回2回分の試験の量と、今回も2回分の試験の量という形でやっていきたいと思いますね。 ということで、前回前10回でやったんですけど、さらに11回目という形でやりたいと思います。はい、で勉強の内容としましては、電気通信主任技術者の試験で、えー、と専門的能力です、ね、の中のデータ通信ですね、まあ、パソコン関係、えース、スマートフォンとかね、えー、その部分の試験になります、はい。パソコンのハードウェアとか、Windows とかの、ね、OS、 それから、そうですね、スマートフォン、アンドロイドとか、その辺が出てくる。あと、それを繋ぐための Wi-Fi とかね、そういうのが出てきますね。が、あの、デ、えー、タつしという形になります。はい、でテキストあ、今日はね、テキストですね、ダウンロードの仕方をですね、説明したいと思いますね。はい。で、私のこの、えっ、ー、と、サイトあの動画を見ていただくと、下の方にね、ちょっとなんか変なのが出てちゃってますけど、 あのこういうメモ欄がありますからテキストこれをクリックするとえ公開してるねあの D ドライブのところ私の D ドライブの公開しているところにきますのでで、この Excel と PDF がありますはいで、前回やったのが24年から30年にかけてこれはほぼ最新のやつを前回100ページにわたってやりましたで、今度は古いところ まさか出ないだろうというところからですね、えーで現最、最新で出ないやつ、出てきてないやつを選び抜きました。はいね、ここまであれば大丈夫でしょう。ね。でこれはあのー、クリックすると、えー、とこういう問題が出てきますね。はい、平成21年の難解問題って書いてますけどね、まあ、18年から21年までの間ですね、やってます。はい で、えー、このあと、エクセル、エクセルですね。これを開いていただくと、このような形。ちょっと、ね、あのー、縮んじゃってますけどね。ちょっと伸ばしてみますかね。これ、エクセルがきます。で例の自動的に採点してくれるね、例えば、数字を打てば、丸なのか、バツなのかね。ね、えー、これね、答えを出してください。一番目の問題は4が答えなんですね。はい 合ってれば丸でずっと最後までや,やり尽くすと、えー、100, 100点中何点、1回休憩点を設けてます、ねはいはいで。下の方シートを見てもらうと、えー、あ、これね違うな。20年から30年ですね、これね。20年から30年。ちょっとね、ま、間違い出てますけど、あの最新のやつが前回ですねで。今回はまさか出ないだろうというような古い。うん、でも実際ね、 私、試験を受けた経験があるんですけど、まさか出ないだろうというのは実際、えっ、ー、とね、20%ぐらい、ね、あります。はい、残り80%は、えーと、この間の問題が出てきますね。残り20%はここから出てきますで。これをやっておけば完璧なのかな。で、今回やるのは平成18年からのやつで、こちらのシートですね。をしばらく使ってください。はいね、ちょっと戻しますね。 でこうやって横に並べると、えー、っとね、解きやすいかな、うんはい。で、問題の方が PDF ですね。で、Excel で答えていくという形ですね。で、まあ、も問題ねあの、長いですから、一応途中でやめてもいいように、途中が続きができるように、ページ番号も振っておきましたから、ページ番号はこの横に、右下に必ずついてますから、そこと比較してもらえば、その続きが、 継続的にに勉強できるのかなというふうふ思って、えー、全部番号を打ってみました。はい、ではあの、今日1回目ですね、えーの。10ページまでちょっとやってみましょうかね。はいねえー、これは、ね、20年1回目の問い2番の「か」なんですね、えーですはいまあ。これは気にしなくていいです。あのページ番号からあ拾ってもらえばいいと思いますね。なるべくその規則的な並びでやってみます。はいえー、では、最初の問題ね。えー トンネルリングプロトコルについての問題ですね。で、間違っているものを探せ。はい、1番。えー、L2TP は PAP、えー、PAP ですね。CHAP、CHAP、PAP CH と CHAP などのユーザーが、えー、ですね、認証を含む PPP セクションを利用して、えー、L2TP トンネルのお形成を可能としている。はい。可能としてますね。これはね、当てます。はい、2番。 L2TP はレイヤー2で作動するトンネルリングプロテクコールであり、リモートアクセス VPN だけでなく、LAN 間接、l a 間の接続 VPN でもです、ね、使用できる。だからあの、今自分が使っている事務所支店の、会社の、ね、支店の LAN と本社の LAN の間の接続もできるということですね、はい。これ回ってます。はい だから会社のネットワークってこれ L2TP なんですね。はい、で3番、PPTP は、えー、フレームリレーのフレームおよび ATM のセルをカプセル化したデータとしてトンネルすることが可能であり、符号機能を持つプロトコルである。これ違いますよね。PPTP は,い、PP は ATM じゃないんですよ。これが、ねえーねえー、フレームリレーの フレームリレーのフレームではなくてね、えー、これはね、あのえーあのー、パケット IP パケットに包み込むことですね。はい、でそれでトンネルリングするということになりますので、答えは3番になります。これ、答えは3番ですね。PPTP は,い PP はえー、IP パケットで,、えーですねえー、トンネルリングするということを覚えてください。はいね ATM ってのは B ポンですね。はい。ね、光通信の B ポンです。はい。違います、ね。まさかこんな適当な問題が出るとは思わなかったですね。はい。ただ、今まで聞いたことない人、ポンシステムとかを聞いたことない人だと、これ答えられないですよね。はい。今はね、私説明しましたので、覚えられたと思いますので、あのー、 この動画を繰り返し見てもらえば、今、この後忘れたとしてもまた、ね、思い出せますので、ぜひこのビデオをまた見て、繰り返し見てもらえばと思います。はい、続いて4番、PPTP は PAC ですね。PAC ですね。PAC ですね。それから PNS PN 間で、えー、TCP を用いて制御コネクションを確立し、 pptp トンネルの形成を可能としている。これは合っています。はい。えー、これはね、えー、PAC っていうのは、PPTP アクセスコンセントレー,シュレーターですね。これはあの、アクセスする側ですね。で、アクセスされる側が PNS、えー、PPTP ネットワークサーバーですね。ね。うん。はい。を接続するのをですね、えー、形成している。 TCP を使ってやってるといことですね。はい。じゃあ答えは3番でした。はい。次。でいきますね。ちょっと行き過ぎ。はい。ね。行きすぎですね。はい。えっ、ー、と。では、正しい問題をさせてくすねルーターなどの機能について述べた次の文子のうち正しいものですね。一番。えー、ルーターのルーチングテーブル設定方法の一つである、うん、 スタティックルーティング方式では、えー、一般に、えー、1日単位、1ヶ月単位などの比較的長い時間これも違いますねスタティックルーティングっていうのはそういう単位とかそういうルール規則的なルール,あのル,ールを勝手に決めることがちょっとできないんですね、はい、でこれはダイナミックルーティングシステムですね,、はい、ねだからこういう、あのー、なんだあの臨機応変にっていうのは可変的な ルールを作るというのはスタティックじゃなくてダイナミックですね。えー、というですねまず一番違うですね。で、ルーター間で情報を自動的に交換して、ルーティングを行うテーブルを言うとこですね。はい。これはまず違いますね。これは、えー、正しいものを探せる違いますね。2番、えー、ルーターのフィルタリング機能の一つは、トランスポート層のプロトコルで、えー、用いられるポート番号単位に、えー、パケットの通過 可否を判定する機能があり FTP などの特定のプロトコルによる外部からのアクセスを許可しないなどの、えー、規則ができるこれはね、合ってると思いますね、うん、FTP、えー、まあ、サーバーがありますね FTP 接続をしてきてまあ、パスワー ID、パスワードで接続してきてデータの交換、取り出し 入れ替えなどをしてくるんですね。で、えー、それをブロックするためのですねフィルタリング機能を持ってますね、ルーターっていうのはね。これ2番合ってるんじゃないかな。じゃもうこれ答えは2番です。この問題の答えは2番。はい、合ってますね。2番ですね。はい、3番読んでみましょうか。間違いだと思いますけどね、はい。ルーターの有する特性がネットワーク上でボルトネックとなることへの対策として、ハードウェア主体で構成されて、 高速にスタートするレイヤー3スイッチが開発され、ストアフォワード方式、いや、これレイヤー3はストアフォワード方式ではないですね。高速パケットをえ転送技術を用いられる。カットする方式なんですね。レイヤー3、ね。ストアフォワードっていうのは貯めておいて、その中で抽出してくるので、そういったねあのレイヤースイッチ レイヤー3レベルではね、そういうのはちょっとも持てないですよね。データを抱え込んでっていうか、メモリー領域っていうかね、ためとく領域もないので、えー、カットアンドスルー方式というふうに呼ばれてます。はい、3番バーツですね、はい。4番、ダイナミックルーティング方式のルーティングプロトコルの一つであるリ、えー、i p バージョン2では、サブネットマスク情報を伝送する機能がないことから、えー、可変調サブネットで 構成されたネットワークにおいて、えー、使用することは適さない、うん。これね、適するんですね。はい。単純に言うと、ダイナミックルーティングといったところでもうね、いろんなこう変形ができるんじゃないかなということが分かりますよね。はい。ね、で、リップっていうのはその通信プロトコルですね。はい。ね、えー、他のコンピューターとかね。 に通信を行うのに使っている通信ですね。あの、えー、とこれはエリア内でのね、えーえー、IGS 上のお通信プロトコルですね。でサブネットマスクお情報をですね伝達する機能がないことからですね、えー、リップリップってね OSPS OS o s、なもうちょっとグレードの高いね、えー、プロトコルを使えばね、えー、まあ伝達技術はあるということなんですけどもね。はい で、えー、っと、ということで、えー、これはね、えー、4番は×ですので、答えは2番でした、はい。続いて6ページまで移動します。はい、はい、ちょっと行き過ぎ、ね。スクロールしすぎですね。はい。で、えー、っと、次の問題は、えー、っと、レイヤー2スイッチですね。まあ、かなり低いレベルの一番底位に近いですね、えー。レイヤー2スイッチですね。多分レイヤー1スイッチって聞いたことないんで、レイヤー2スイッチが一番下なのかな。ちょっと。 レイヤー1って出,出られたら、私見たことないですよ、問題がね,ね。見たことないですけど、もし出たらちょっとあの答えないと申し訳ないんですけど、レイヤー2については、レイヤー2,3,4,7だけは勉強しましたね、今回。今までね、出ましたんでね、過去の問題の中で、過去、そうですね、40回、30回分の中には出てきましたけど、 ねえーまあ、レイヤー2というのがあります、はいえー、レイヤー2スイッチは受信したパケット宛ての Mac アドレスを参照して該当する機器が接続されているポートにパケットを中継する、はい、もうそれだけの機能ですね、はい、で Mac アドレスですね、はい、Mac アドレスはその機械に特有につけられた製造メーカーとその型番ですね、えーまあ、メーカーがつけるものですから、ね、で全く同じものは一応ないようになってるらしいですけどね もしかしたら同じやつあるかもしれないですよね。うん、で一応ないらしいですけどね。で、えー、その Mac アドレスを見て、あ、これは通過していいよっていう、まあ、ルーターにはね、その、えー、と Mac アドレスを登録しておけば、その機械だけ、えー、インターネットに入っていけるというような感じですよね。うん えー、続いて、えー、と B ですねあ。A は合ってますね。じゃあ B, B は。えー、VLAN のこう機能を持たないブロードキャストドメイン内では、えー、送信されたブロードキャストパケットはすべてポートに対しフォワーディングされる。うん、合ってますね、はい。これは単純に合ってます、はいえー。送信されたブロードキャストパケットはすべてのポートに対してフォワーディングされる。まあ、そのまま通されるってことですよね。はいうん、合ってますね。 C、l a y e 2スイッチはあ想定したポートに流れるパケットをアナライザーがあー接続される他のポートにコピーし、えー、故障分析を行うことが可能なポートミラーリング機能を持つものがある、はい、これはね、かなり特殊な、ねえー、ルーターだと思うんですけども、えーまあ、一応バックアップミラーリングをして で、制服確認するんでしょうねで。そういうのをできるものがあるらしいですけど、私は一応見たことはないです。はい。うん、まあ、遮音はされてないのか、もしくは、その、データをね、すごい貴重に扱う、えー、データセンターみたいなところにあるんでしょうかね。うん。ということで、ABC 全部一応合ってますね、これね。うん。これは、聞いたことないんでね、ごめんなさい。聞いたことないんで、こういうものが多分あると思いますね。で これね、あのー、この試験の、ね、コツとしては、ね、何かもう分かんないな、聞いたことないなっていう問題が出る可能性がありますん。それはね、丸だとしてください。ね、ABC と聞いたら全部3問とも何かわけわかんないな、聞いたことないなと思ったら、7を選んでください。7。7っていうのはいつでも正しい、ねうん。そうすると、ね、山間的に当たる時が時たきあります、はい。分かんないなっていうのは丸。ってね、はいで。これ答えは7です。はい、はい、正解ですね。 でもね、あの3番だけ、実は C だけ分かんなかったね。もしかしたら4だったかもしれないですね。はい。五分五分だったです、これね。はい、じゃあ次の問題いきます。ちょっとス,、えー、スクロールしますね。はい。で、えー、っと、次の問題は、はい。え NAPT、ー、ナプトですね。ナプトお及び性的ナットの機能についてということになります。はい。で、誤っているもの。はい。 ナプトは企業内における多数のプライベート IP アドレスを、えー、一つのグローバル IP アドレスに N 対1に変換する方式であり、えー、IP マスカレードと言われる、ね、マスカレードそう、えーとねえー、IP アドレスっていうのは限りがあるんですね14億いくつだったかなバージョン4でね IP アドレスバージョン、あのー、TCPIP のバージョン4でだからえー、とね 僕らはパソコン7台ぐらい持ってますよ。で、さらにスマートフォン2台稼働してますから、全部で、えー、9つ使ってるんですね。で、自宅では、そうですに、ね、3台ぐらい動かしてますので,で、それをルーターを通ってくると、えー、っと、1つのね、えー、アドレスになるんですね。うん、アドレスとして、えー、ネットワークに入っていくんですね、うんまあ。ルーターがそういう機能を持っているんですね。はい。 で、それを IP マスカレードと呼んでます。まあ、この一番の文章はその通りですね。えー、そのルーター配下の機械を、また、プライベート IP アドレスを振られると、ルーターからね。で、えー、それでゲートウェイを通っていって、通るにはその一つのアドレスに変えられて、で、ルーターがですね、まあ、あの、1台しかないわけですからすね。インターネット行くのにね。それが一つのグローバル IP アドレスをまた、 上の階層のルーターからあーです、ね、もらってくるんですね。はい、でそういうのを IP マスカレートと言います。二、はい、番。えー、n a p t はあ内部の複数のホストが同時に外部へ通信できるように IP アドレスの他に TCP または UPD ポート番号をアドレスに、えー、変換に利用している。はい、これ正しいですね。はい、えっ、ー、とね。 IP アドレスを取得するには、えー、とポート番号、TCP または UPD のポート番号ですね。それと、えー、と Mac アドレスからです、ね、生成されているんです、はいね。Mac アドレスについては触れていないですけど、まあ、ポート番号を使われていることは確かですね。はいえー、TCP なのか UPD なのかは、そのプロトコルを、ね、その使うアプリケーションとか、 ルーターによって変わってくるということですね。高度なものであれば TCP。会社などはセキュリティ高いですから、もう多分 TCP だんですね、はいで。時間合わせとかありますよね。時間ね。ねパソコンの時間合わせ。なんか UPD で高速に、えー、訂正するんですね。はい、でそういえばあの使うものによってはあのプロトコルが変わってくるとことですね、はい。2番は正しいです。はいでこの問題の答えではないです。はい 3番、えー。性的な後はプライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスを固定的に対,、えー、対応付けして変換する方式。そうですね。性的と言ったらもう固定的なんですね。はいえー、DMZ のおです、ねえー、公開サーバーでプライベート IP アドレスを使用している場合。はいえー、DMZ ってはねか、会社外に置いてあるサーバーですよね。データセンターとかにあるのかな。ね えー、オーーを利用しようしている場合は、えー、パケットを宛先の公開サーバーへ、えー、到達させることができるんですね。はい、うん。そうですね。はい。これも合ってますね。はい。で、えー、会社のデータサーバーを外に、ね、置いておく場合ね、逆にそのパスワードとかね、えー、その侵入するルールが漏れ,漏れちゃった場合ね、えー、殺傷される可能性があるので、その辺はね、かなり。 厳重に、ねあのー、パスワード管理をしないといけないのかなというところもあると思いますね。はいうん、ということで、3番も合ってます、はい。じゃあ4番が答えなのかな。n a p t によるアドレス変換は IP パケットのヘッダー部分だけを変換するため、うん、アプリケーションプロトコルの利用上の制約はない。はいえー、これはね、えー、ね IP パケットのー IP パケットのヘッダー部分だけを変換するのではなくて、えー、これは、ね IP, えー、IP アドレスに加えて、ポート番号の識別や、えー、ポート番号の変換を行ってです、ね、アプリケーションプロトコルの利用上の制約うがないようにしているんですね。うんねねえー、決して IP, IP パケットのヘッダー部分だけをやっているんですね。IP パケット の作るためのポート番号を使っているということですね。はい、4番はバスですね、はいまあ。基礎的な構造が、ね、ちょっと表現が違うということですね,、はいうん、ね。IP パケットのヘッダーじゃなくて、えー、IP パケットを作るためのポート番号の識別方式を変えているということですね、はい。4番です。ちょっとね、難しいでしょうん。これはちょっと無理かな。今の,今のはちょっとね、もう難しかったと思いますね。 すみませんこれ外してもしょうがないかな。うん、あの繰り返しやって、えー、もう分かんないときはもうストレートに覚えてください、ね。それでもう理屈なしで、理屈なしに暗記するということですね、はい。そうすれば、ああのー、この問題を、ねえー、覚えられるのかなで、回答の方ちょっと見ていただければと思いますが、中にオレンジ色のところがありますね。これはね私が何回もやっても解けなかったところです。正直言うと。 でしつこくやって暗記できたんですね。しつこく繰り返しやって暗記できてました。はい。だから、オレンジ色の部分でちょっと説明が曖昧なところもちょっとあるかとも思いますけど、えっ、ー、とね、うん今の、今回の問題はこれはね、まだまだ暗記できる範囲だな、というところだと思いますね。はい。じゃあ次の問題いきますね。今日最後の問題、えー、10ページ目になります。はい、ね。10ページ目の問題になりますね。 はい、TCP の特徴について述べた、えー、次の記述のうち誤っているものは、えー、クであるとですね、区と思って誤っているもですね。はい、1、TCP において確認応答の処理に関する再送制御や、えー、重複制御は、シーケンス番号と確認応答 a r、ねえー、をの有無をです、ね、利用して、えー、実行される。TCP は,い、TC P はアーク を送ってます。はい、これを、えー、3回、ね、送って、えー、返答がなかった場合と切れてると判断し,して、えー、しまうんですね TCP。で、すぐさま再送信をするんですけどね、はいはい、でその制御にはですねあの、まあ、シーケンス番号とお確認オートアークを使って3回繰り返して確認してる,してる,してるんですね1、はい、番当てます、はいえー、2番 TCP において えー、再送せずに確認応答の到着を、ま、待つ再送タイムアウトの時間は、えー、ラウンドトリップ時間と揺らぎ時間を用いて設定しているということですね、はいえーまあ。基本的にランダムに決められたというようなああの勉強の仕方をしてきたと思いますけれども、まあ、そのランダムじゃなくてラ、ランダムにすることによって、この2つの時間を超えてくるんですね。はいまあ、一緒に過ぎさ ちゃうんでねあのー、あれだと思うんですよねまあ、tcp においてはですね、えー、まああのーえー、接続するものによってねあのー、まあラウンドトリップ時間と揺らぎ時間を用いてさえー、再設定しているところですね、はい、再送タイムアウトの場合ねあの時間時間で、えー、通信できてないなっていうことが分かったときに,、えー、に捉えているところですねはい、えー、これ2番もあってますはい。 3ね、TCP においてデータ転送を開始する際のコネクションはホスト間での 3way ハンドシェイクと言われる手順により確立されるんですね。はいまあ、3回送信してつながるかどうかというところですね。それを 3way ハンドシェイクと言われています。これは合ってますね。はい、TCP というのはそういうい 3way ハンドシェイクの手順をとって確率接続しているんですね。 ということはこの問題は4番が答えかな、はい。TCP においてフロー制御はホスト間の、えー、送受信バッファーを用いて、えー、複数のセグメントの送信に対して、えー、並列的に、えー、確認オートができるようにすることを実現している。これ、並列じゃないんですね、実はね。平行に同時にバン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 送ってるわけじゃないんですね。はい、ねえー、まあ,あの えー、TCP においてはね、あのー、おーフロー制御については、えー、送信側のセグメントから次へと、次から次へと繰り返し送られてくるんですね。はい、受信側がまとめて、えー、アークパケットで応答する方式が取られます。だから、えー、並,列じゃなく並列じゃなくて、バンバンかバンバンかやってくるってことですね。ねで受信は受け取ったよっていう返事を返します。まとめて、えー、アークパケットに返してきます。はい ただから並列ではないんですね。それは TCP のルールなんですけどね。はい。で、えー、ということで、これ答えは4番です。はい。4番で打ってますね。はい、4番でしたね。はい。で、全問正解でした。はい。一応解説もこれ、ねえー、入れておいたんで、ぜひ読んでいただければと思います。はい。えー、ちょっとね、難しいかと思いますが、えー、っと、何回かやると、あ大体、 TCP ってどういうものなのかな例えばね、えーあの、癖で覚える、もう、ねうん、実態が分からないもので、もう繰り返し会話している間に、その本人になったような気持ちになれるような感じでいくしかないですね。正直言って、この辺、今回用意している問題ってのは、かなり今までの中で一番難しいのを全部集めてきましたからで、ましては、かなり古い問題なんで、今まで勉強したことがないようなところを、 ですね、を出しててきてます私は今ね、うん、実際試験でもそうだと思うんですよね。えー、と100点中80点までは、えー、直近の20回分の中から出ます、正直言って。それをはるかに超えてますから、これ今回のやつは、ね。はるかに8回足した中で出してきてますから。うん、でしかもその最近絶対出ないやつ、出てきてないやつを足してます。 はい、で本,本試験もその20点はそういう感じから出てきます。はい、で確かに60点取れれば合格なんで、えー、直近の20回分ですか、今まで私が動画で出した勉強ですね、えー、を見てね勉強していただければ、えーまあ、ツールも使っていただいて勉強していただければ、えー、合格できると思いますが、合格発表までねちょっとドキドキするじゃないですか、多分ギリギリですよ。 ギギリギリ少し落とし落としちゃうじゃないですか。どうしても完璧にできなくて時間が足らなかったりとかしてね、ねあと体調不良も可能性もあるだろうしね、ねその中で確実にとさらに、えー、体調が悪くても受けるには、やっぱり常日頃、試験直前までの繰り返し、反復、暗記ですね。もうあと1ヶ月ですから、確実に、えー、暗記に専念しなきゃいけないですね理。理屈っていうのも今までずっと言ってきましたけれども、 ななかなか、ねあのー、もう直近となると言うんじゃなくて、もうこうは、これはこう、これはこうやって、どんどん、ね、覚えていかないと、あのー、どうしても、ね、暗記しきれてないものがあるはずです、必ず。ね、私もそうでしたので、なんだか、ね、見たことないようなものをネットで調べても、電気通信主任医者の試験というのは出てきませんよ、本当に。書いてあっても、なんて書いてある、何な,なんだろう、解説が難しすぎるとか。 そんなことが出てくるものですから、えー、暗記するのもね、かなり辛いですよ。だから、あのー、今私が言った通りね、このか過去問の PDF を使って、Excel で解く。で、縦1列で消して、また1からやり直す。1日1回、人回転ずつやっていけば、まあ30日ですから、これを覚えますよ、うん。で、このシートはあるじゃないですか。 ね、下に分けておきましたから、この2回分、分さらに試験、ギリギリまでこれ使ってね、消しては、と消したときやれば、もう、具体的な内容はね、説明、分かんなくても、まあ、合格できるかなというふな観点で、えー、今回もねあのテキ、テキストと回答の Excel を用意しましたんで、ぜひご利用して、ご,ご,ご利用して、利用していただいてね、えー、勉強していただければと思います。 はい、では今日は以上となります。では、お疲れ様でした。失礼いたします。